突然ですが、この動画を見ているあなた、今から挙げる3名の有名アーティストの共通点を挙げてみてください。椎名林檎、キングヌー常田大輝、オフィシャルヒゲダンディズム藤原さとし。いくつ出てきましたか？3名ともボーカリストである、バンドを組んでいる、自身で作詞作曲を行っている。ここまでは皆さんにとって何も意外なことはないでしょう。ではこれはご存知でしたでしょうか？この3名の共通点は、そう、ドラムが叩ける。いや、そんな有名な話じゃんと、ファンだったらそれ常識ですよと、そう言うかもしれませんが、違うんですよ。ドラマーである僕から見ても、そのドラムを叩けるっていうレベルがちょっと異次元なんですよね。どれぐらいかというと、ドラマーとしてもプロになることができるだろうというレベルです。なので今日は3名それぞれのドラムプレイの映像を一緒に皆さんと見ながら、常田大輝さんと藤原さとしさんのドラミングは特にすごいので、僕自身のドラム実演を交えながら解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。さあ、それではまずですね、一人目、椎名林檎さんのドラム演奏の映像を見ていきたいと思うんですけど、これ先に言っとくと超短いです。超短くて一瞬なんですけど、デビュー当時の貴重な映像なので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。これは椎名林檎さんのね、2枚目のシングル、ここでキスしてっていう曲のミュージックビデオの撮影の時のオフショットみたいですね。これだから20年前の曲ですよ。なんだよ、一瞬でよくわかんないよって思われたかもしれないですけど、ちょっとお話聞いてください。もう一回一応見ときますかね。これちなみになんでこんなポカスカした音でドラムのジャーンっていう音じゃないのかっていうと、これ撮影用のドラムなんですよね。ドゥンツッパンツケツケドゥンパンドースドゥンパンツケツケドゥンパンっていうビートを叩いてるんですけど、これ実はね、無罪モラトリアムというデビューアルバムの中に収録されている正しい街っていう曲のドラムのフレージングなんですよね。まあもちろんこの正しい街っていう曲のドラムは別のミュージシャンの方がレコーディング実際にはしてるんですが、僕がね、すごいと思ったのね、まずめちゃくちゃ丁寧でノリがいい、この一瞬だけでもそれが伝わるドラミングであることと、当時これ椎名林檎さん20歳なんですよ。まだデビューして間もない頃のミュージックビデオの撮影のオフショットで別の曲のドラムを合間で練習しているっていう、そのなんか度胸と、もしかしたらドラムから作曲してたのかもしんないですよね。そもそもね、実際ですね、僕も東京事変のラストライブ見に行ってたんですが、そこでドラマーの畑俊樹さんが作曲した本当のところっていう曲があるんですけど、その曲ライブでやるときは畑さんがボーカルなので、じゃあドラムどうするのかっつったら、椎名林檎さんがドラムを生演奏するんですね。びっくりしたし、めちゃくちゃ上手でした。それでは次はお待ちかね、キングヌー常田大輝さんのスーパードラミング映像です。どうぞ。やばいっつーの、マジで。見ていただけましたでしょうか？これはね、すごいポイントいっぱいあるんで、ちょっとドラムの方行って解説したいと思います。と！はい、この常田さんのドラミングのすごいポイント、3つあります。この速さで、いわゆる足のダブル2連続を踏むのはドラマーじゃないとそもそもこんなテクニック難しいという点。そして2つ目、ずーっとこのビート。この左手。小さいスネアをずっと細かく入れ続けていて、なおかつそのゴーストノートをね、2種類使ってるんですよね。こういう単発のものとザーっていう、これを織り交ぜることによって、でスピード感の中にも緩急が生まれてますね。そして3つ目、途中でですね、この右手の3連打、この速さで、これ見てください、
このテテ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 テできます？これこれをね入れ込んでるんですよ途中で。これはねこの速さで片手でやるのはドラマでもあんな綺麗にあんなかっこいいフレージングであんなかっこいいノリ出せませんよ。もう才能の壁が高すぎるすごすぎるよっていうね。さあこれまたお待ちかねオフィシャルヒゲダンディズムボーカルの藤原聡さん。この映像っていうのは藤原さんが学生時代に当時組まれていたバンドではドラマーだったんですよね。その時の映像を一緒に見ていきたいと思います。藤原さんの堂々としたドラミング注目してみてください。どうぞ。一夜限りのご当地アルカイ初期メンバー藤原さん。めちゃくちゃかっこいいフィルイン叩いてたの気づきましたがね、このフィルインに関してちょっと説明したいと思います。もう一回映像で聞きますね。ドン。めちゃくちゃ細やかで綺麗じゃないですか。ツルタンスタダントンスルラントンスルラカトとこと。ドラムやらない方でも伝わりましたよね。すごく丁寧で繊細で綺麗でノリが心地いい。僕が解説したいと思います。とこのライブの演奏の中で叩いてたフレーズ、こんなかっこいいフレーズありましたね。これ解説します。3連符ありますよね。タカタ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 、これをアクセントをこういう風につけます。タタ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 ね。これでアクセントつけてる以外の部分をダブルストロークにする。ダブルストロークっていうのは一振りで二打打つテクニックですね。これをアクセントにしている以外の手をダブルストロークにする。どういうことかっていうとこういうことです。ワン、ツー、サン、ハイ。早くできるようにする。ワン、ツー、スリー。で、アクセントの一部をタムに変える。すると最後はタカタタカタタンで締めると、ワン、ツー、スリー、フォー、こういうことなんですね。で、このフィルインもう一つ超注目ポイントがあります。このねフレーズ、あるオフィシャルヒゲダンディズムの曲で、実はこのフィルイン藤原聡さんが実際にご自身でレコーディングで叩かれてるんですよ。このフレーズ何の曲だと思いますか？わかりましたかね。正解はこれです。タララ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 チャッチャーダダタタタタタタタ。ほら、あー確かにって思いませんでした？これねティンバレスっていう楽器でレコーディング実際はされているんですが、そのドキュメンタリー映像も残ってるんで見てみてください。ドン。いけると思うよ。タッめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。考えてみてくださいよ。これオフィシャルヒゲダンディズムのボーカル藤原聡さんですからね。美しすぎるし、めちゃくちゃ秀逸なフレージングですね。ある種藤原聡さんの手癖、いわゆる好きなフレーズなんじゃないですかね。これはもう藤原聡フレーズと言っていいと思います。ダンダンダダンダンダダンダンダン。これは明日から、いや今日からでもドラマーも使いたいフレーズだと思いますね。マスターしてみましょう。どうでした？今ドラムをやられてる方でも、え、こんな叩けんのって思いませんでした？かくいう僕もね落ち込みましたもん。これ見た時にあまりに圧倒的な才能に。3名ともね数多くの超大ヒット曲を世に送り出しているアーティストでございますけれども、こうしてドラムが叩けることは作詞作曲に影響を与えるのかどうかという点なんですけれども、これに関しては超与えると思います。
作曲というとどんなメロディーなのか、そしてそれを支えるのはどんな和音なのか、そしてどんな歌詞が乗るのか、これが重大な要素と思われがちですが、リズム、これも人々の耳、人々の心に訴えかける上でめちゃくちゃ大事な要素であることは間違いありません。3名の持つ圧倒的なリズムの感性、そしてそれを実際にアウトプットできてしまうスキル、これが数多くのヒット曲を生んでいる曲作りに確実に影響していると言えます。その意味ではこれね、僕の予想なんですけど、米津玄師さん、あの人もね絶対ドラムうまい、叩けると思います。あの人の曲はもう聴くからにリズムとメロディーの絡み合い、そしてノリの中毒性が明らかにセンスがずば抜けている。でも実際に叩けるかどうかはねちょっと知らないし、映像も見つからなかったんで、どなたか米津玄師さんに詳しい方もし知ってたら教えてください。ドラマの方は今一度自分がドラムはどう叩くかはもちろんのことなんですけど、叩いたドラムがどのように楽曲に影響を与えてどんな新しいエネルギーを生むことができるのか、こういう向き合い方で今一度向き合ってみませんか。そして逆に作曲はするけどドラムは叩かない、いまいちドラムのことはよくわからないという方は、ドラムそしてリズムの解釈というものに改めて向き合うと、作曲の方も何か新たな価値観が開けるのではないかなと思います。いや、ドラムも叩かないし曲も作らないというそこのあなた、よくここまで見てくれましたね、ありがとう。この動画がね、そんなあなたの新たな価値観を開くきっかけになっていたら嬉しいです。ということで、よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、よかったら引き続きビスタンの応援もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。バイビス。